新宿に来ました。戻ってきました。たかだか10日ですけど、遠い昔のようです。大丈夫です。昼からちょっと上品です。でも炭水化物抜いてると言いつつ飲んでます。ビール、ビール。板野さんです。今後10月からもういいんですよね、これ。大丈夫です、この情報は。大丈夫です、解禁です。解禁じゃないです。疲れますの。しかしこの疲れっていうのが、自分の大好物というか、すごい苦しんでれば苦しんでるほどちょっと自分の中で嬉しいみたいな、そういうところがありまして、まあそこが全部つながるんですけども、山でも何でも、日本はやっぱり香港にいると柔らかい空気ですね。香港と比べると柔らかくて、過ごしやすい。めっちゃ過ごしやすい。平和ですね、平和。本当に平和。香港の方が間違いなく活気があります、空気としても。ただ道を歩いていても感じますね、全体、体を包む空気、そう感じます。めちゃめちゃ平和、日本、日本はやっぱりいいとこですね。今から階段です。